どうもお疲れ様です。じゃあ今日もね、シート添削をやっていきましょう。日付は一応申し上げておきましょうか。5月23日の午後1時、えー、ちょうどね、お昼ご飯が終わった頃ですね。で、届いたシートなんですけども、まあ、レンジとゾーンの、まあ、この、記入をですね、添削していくわけなんですが、まあ、もう今言うまでもなく、レンジとゾーンは、あの、引けてますね。ちゃんと引けてます。えー、あの、OK だと思いますよ。 で、その上で、レンジ間利益ポイントってのがありますけども、な、レンジからレンジの間に、あの、ブレイクして、あの、移り渡るときに、そこがブレイクのね、大きな利益のポイントになって、それはレンジを外れるんだけども、でも次のレンジに向かうための、まあ、一本筋になるわけですよね。場合によっては N を書いて、ええー、まあ、あの、おしめ買いをするところも出てくるわけなんですよ。ですんで、その前提としては、 1>, 1日足とか4時間足を見て大きなまあ大きな買いトレンドこれを確認することが大事になってきますそうすると1時間を見た時にレンジができてもこのレンジを上に抜けるはずだなと上に抜けそうなレンジだなっていうふうなちょっとね偏りを見出すことができるわけですよここが非常にねゴブゴブに見えて上に抜けるのか下に抜けるか分からない時に上位の足っていうのがいわゆる支配波になってるわけですよね えー、基本的に1時間というのは4時間に支配されていて4時間というのは1日に支配されてるんですよこれはまあ支配並みっていう考え方なんですけども、えー、1日足を見てねレンジができた時にこれ抜けるのが上か下かわからないよとかねペナントもそうですよ上か下にどっち抜けるんだろうと五分五分に見えてもでも4時間足とか1時間足を見ることによって五分五分なんだけども偏りは上の方だよねとかね偏りは下の方だよねっていう判断ができるわけですよ だから、マルチタイムフレーム分析っていうのがあるわけなんですよね。ですので、迷った時には大きな時間軸。場合によっては小さな時間軸を見に行くことによって、立体的に捉えてもらいたいと思います。はい、それを前提に、こうやって見ていると、おそらく、この時間軸は4時間ですけども、あ、4時間じゃない、1時間ですけども、1時間ね。4時間軸を見た時に、えー、流れがね、右肩上がりになってるんではなかろうかと思うわけですよ。はい、それで、えっ、ー、と、ここでね、そうですね、 あの付け加えることとしてはここなんですよねえっと上底下帝がこういうふうに示されている時に下庭の方なんですけどもここのラインをねまずはここで引いてもらいたいなっていうのがありますここで実体で横に引きますねでひげ先から横に引いてここの間は本来ならレンジを外れたら決済するべきなんですけども決済せずにね ここはちょっと残しといてもらいたいんですよ。もうあえて説明する必要はないと思いますけども、ヒゲ先までは、このレンジの勢力下にあると思っていただきたいんですよね。あれうまくいかないですよ、すいません。このレンジの勢力下にあるのが、このヒゲ先なんですよ。だからヒゲ先を抜けて、下の方に行ってしまったら、それはブレイクだっていう判断で、ここを抜けたらブレイクってやるとね、いわゆる騙しっていうのに騙されることになるんですよ。で、ここはね、もう、あのー、ほとんどの、 トレーダーテクニカルトレーダーさんがこの助言を受けてないばっかりに損失を繰り返して嫌になっちゃうってとこですからこの動画をご覧の皆様はねあの実体とヒゲの間にはそういった引力の関係があるっててとを確認しておいいいいもらいたいと思います、えー、その上でこの利益ポイントってのが全部取れればねほんと御の字なんですけどもなかなかそうやってうまいことはいかないわけですよこのタイミングで今私がお話ししたことを知っていてしかもここにある程度張り付く時間を持っていなくちゃいけませんからね うん、まあでも、ここで、バイでエントリー、もしできたら、この辺りで、この辺りでね、できたら、あとはもう濡れてる山の一直線の天井まで進む流れが待ってますからね。で、ここで決済をして、改めてセルでエントリーすればいいわけでしょ。で、えっ、ー、と、上にもしね、ズバーンと抜けるブレイクがあるとしたら、その時は一瞬、セルのポジションってのはロスカット食いますよ。ロスカットをね。まあだけども、それはもう必要経りだと思わなくちゃいけません。だから勇気を出して、 レンジジャンオプションですからセルをかけていてセルをかけたんだけどもそれが上に行っちゃったらそれはもう必要経費だと思っていただきたいです一番やきむくするのがこの上底下手の上底のね線をレジサポラインとかゾーンを行ったり来たりするやつですずーっとその時どうします <laughs> その時はもうね損失が少ないもしくは少しでも利益が出たら決済して今度ここにね新しいレンジを設けるわけですよでブレイク用のレンジっていう風に位置づけるといいかと思います はいじゃあ図からあいた,だいた図からね、えー、付け加えて、まあ、アドバイスするとしたらそんなとこですかねじゃあ2枚目を見ていきましょうはい2枚目は四時間足を示してくださいましたねでレンジとゾーンが書いてあって、えー、とここで言えるのはね赤丸のとこですよねこれはね陰線と陽線が2つ横並びにあってしかもこの実体が揃っているやつでしょ だからこの実体が揃っている陰線要素の並びっていうのは、髭のあるなしに関わらず、まずはね、あの、目に飛び込んでくるようになるまで意識しといてもらいたいと思います。ま、ほんとこれ丸をつけてくれてますけども、このぐらいはいつもいつも意識できるようにね、もう意識しなくても向こうから飛び込んでくる、えー、ように見ていただきたいかなっていうことこですね。で、ここはちょっと解釈が難しいんですけども、ここね。解釈が難しいんだけども、 赤丸のところあるるじゃないですか頭が揃ってるところここだから越えたらブレイクってことなんですよ包み足なんだけども上の方に向かっているわけでしょ、うん、で本当はこれね堤足ってのは原宮足か原宮足だけど上の方向かってますよね本来なら包み足だったら答えは簡単なんですけどもこの場合は長い時間をかけてここをブレイクして上に抜けて包み足じゃないんだけども上に向かう波動のきっかけになっている陰線陽線の底だなっていう風に見れるといいんですよね だからこの陰線、陽線の並びのこの赤い丸つけてくれてますけどね、上と下に、これ非常に重要なんですよ、これが形成中に気づけると、あしばらく張り付いた方がいいなという,ような判断になるわけなんですよ、そこがこの黒く印をつけた箱の中の大事なところですねで、同じ理屈が他のところにも言えます、こういうふうに陰線と陽線が横並びで、しかも実態が揃っているやつは、ものすごくね、多くのメッセージを私たちに語りかけてくれるんですよ。 で、これ全部その違いを解説してたらすごい時間になっちゃいますんで、今一個だけ抜き出してね、お話ししましたけども、あの、ここに書いてあるように、レンジとゾーンを引いたら、陰線陽線の実態が顕著に揃ってあられているところね、これ転換ポイントだっていうことが多いですから、その上で包み足なのか、腹見足なのかってことを見てほしいと。包み足の場合は本当に転換する可能性非常に高いです。腹見足の場合でも、あの、その後の陰線なり陽線の並び方とか、連続の 形によってはですね、包み足と同じぐらいの効果を出すハラミ足っていう風に解釈できることもありますんで、えー、そのことはね、またこうやって相場解説を通じて、あ、これがそうなんだよっていうにお伝えしていきますからね、えー、その際はお楽しみにですございます。はい、じゃあ、パチッと張り付いた方がいい時と、しばらく放置しといて方がい時と、まあそういったのを見分けるために、えー、今回のね、 このの考え方頭に入れといいいてもらいたいなっていうのがあります陰線陽線の実態が顕著に揃って現れているところは転換ポイントになるからその辺りでもし時間があるんだったら張り付いた方がいいよとしばらくはねでもべったり張り付かなくていいんですよ1時間軸を見てる方は1時間経たないとローソク足動かないですからなんかねやりながらねチラチラ見に来るみたいなね、うん、それこそ1時間に1回見に来るペースでいいと思います通常はあれでしょ34時間に1回ぐらい見に来るペースでしょ うん、だからそれを1時間軸を1時間に1回見に来るっていうのを張り付く状態って言うんですよでも実際1時間に1回プッとね10秒とか20秒見てみたらもう十分でしょ1時間中ずっと同じシャート見ててもしょうがないですからね、うんまあ、ですんでその場合はもしやることがないなと思ったら上位の時間軸とか下位の時間軸を見て、えー、特に下位の時間軸ですよね下位の時間軸はあんまり見すぎるとねその下位の時間軸の影響を受けて 1>, 1時間で当てはめちゃいけないのを当てはめちゃったりするわけですよ。だからそれを気をつけた方がいいです。あの、大体1時間以下の時間軸ってのはその時間軸でしか通用しない理屈で動いてますから、1時間でトレードする人は15分とか30分は本当に参考程度にしといてね、そんなに深くそこに影響を受けたトレードはしない方がいいと思います。はい。じゃあ、くどく申し上げましたけども、以上です。お疲れ様です。